ダニエル・スチュアート・ジョンソンは、アメリカ合衆国オレゴン州、ビーバートン出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のタンパベイレイズ所属。学生時代は、MLB ドラフトで、どこからも指名されず、2010年6月に、タンパベイレイズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レイズで、プロデビュー。14試合に登板して2セーブ。 防御率2.05,16奪三振を記録した。2011年4月20日に自由契約となった。2011年4月28日に独立リーグである、フロンティアリーグのトラバースシティビーチバムズと契約した。14試合に登板して1勝0敗、防御率1.54、18奪三振を記録した。2011年7月5日に、 アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。参加のパイオニアリーグのルーキー級、ミズーラ・オスプレーでプレイし、20試合に登板して1勝、0敗中セーブ、防御率2.08、32奪三振を記録した。2012年は、A 級、サウスベンド・シルバー・ホークスと、A 級バイ・セイディア・ローハイドでプレイし、2球団合計で42試合に登板して4勝7敗。 7セーブ、防御率4.66,60奪三振を記録した。2013年は故障のため、プレイしなかった。レギュラーシーズン終了後の10月18日に、自由契約となった。2014年はまず3年前に所属した、トラバースシティビーチバムズに復帰した。24試合に登板して0勝3敗14セーブ、防御率1.30、35奪三振を記録した。 2014年7月28日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。参加の A 級フォートマイヤーズミラクルでプレーし、12試合に登板して1勝0敗、防御率2.84、12奪三振を記録した。2015年は、A 級フォートマイヤーズと AA 級チャタルーが、ルックアウツでプレーし、2球団合計で45試合に登板して2勝2敗、7セーブ。 防御率4.05、53奪三振を記録した。オフの11月7日に FA となった。2015年11月24日にマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだが、12月10日にルール5ドラフトでロサンゼルス・エンゼルスから指名され、移籍した。2016年は、参カの AAQ アーカンソートラベラーズでプレーし、47試合に、 登板して4勝4敗6セーブ、防御率4.02、67奪三振を記録した。オフの11月7日に FA となった。コロラドロッキーズ時代2016年11月18日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。2017年は参加の AAQ ハートフォードヤードゴーツでプレイし、43試合に登板して1勝1敗4セーブ。 防御率2.80、51奪三振を記録した。2018年、マイナーでは、トリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレイし、50試合に、登板して3勝5敗18セーブ、防御率3.90、84奪三振を記録した。9月4日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、9日のロサンゼルスドジャース戦で、メジャーデビュー。 この年メジャーでは7試合に登板して1勝0敗、防御率4.26、9奪三振を記録した。2019年レギュラーシーズン終了後の10月23日に日本球界移籍のため自由契約となった。2019年10月25日に NPB の広島東洋カープと契約を結んだ。登録名は DJ ジョンソン。 2020年シーズン開幕後は1軍で14試合に登板し1ホールドを挙げた。2020年9月21日、金銭トレードにより東北楽天ゴールデンイーグルス、A 席。来日初年度の外国人選手のトレードは2017年のエドウィン・エスコバー以来だが、金銭トレードとなると1988年のラルフ・ブライアント以来32年ぶりとなる。 また、遺跡に伴い、登録名を DJ ジョンソンに変更した。翌日のチワロッテマリーンズ16回戦で5回から登板し、1回無失点で来日初勝利を記録した。その後、残留交渉しないまま自由契約となった。2021年2月3日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 シーズンでは5月のマイナーリーグ開幕から参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズでプレーし7月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした同日のレイズとのダブルヘッダー第1試合で2年ぶりのメジャー復帰当番を果たした2021年7月30日にペイトンバッテンフィールドとのトレードでジョーダン・ルプローと共にレイズへ移籍した 8月2日のシアトルマリナーズ戦で遺跡後初登板を果たすも、同月10日に10日間の故障者リスト入りし、16日に60日間の同リストに移行した。平均球速92マイルパーワー、最速96.2マイルパーアワーのフォーシームと83マイルパーアワーのカーブの2球種が投球の大半を占める。その他カットボール、チェンジアップも使用している。 ありがとうございます。